皆さんおはようございます。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。それでは本日もフィリピン全体とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全体の新型コロナウイルスの情報についてです。はい、5月18日時点の情報をお伝えします。新規感染者が205人増え、これで新型コロナウイルスの感染者数の総数は 12,718 人となっています。回復者数は94人増え、回復者の総数は2729人、そして死者は7人増え、死者の総数は831人となっています。 NCR というのはマニラ首都圏でして、新規感染者全体の 71% を占めています。でその他が 25% で、リージョン7というのはセブとかボホールを含めた中部ビサヤ地方ですね。そこが 4%、新規感染者の 4% を占めています。はい。ここ数日連続して200人以上の新規感染者が出ていますね。規制が緩和しているのと、これから検査数をさらに増やしていくということですので、今後さらに感染者が増えると予想されています。フィリピンにいらっしゃる方は多くの地域でですね、規制が緩和されていますけども、引き続き気をつけていきましょう。フィリピン政府はですね、5月16日の土曜日から国の大部分の地域で規制を緩和し始めました。一般の人々はソーシャルディスタンスを取ること、そして公共の場でマスクをすること、そして頻繁に手洗いをすることなど、新型コロナウイルスに対する安全プロトコールを常に遵守することとされています。ここで ASEAN 地域のですね、情報を見ていきたいと思います。はい、こちらですね。これは ASEAN 地域の新型コロナウイルスの感染者の順に上から順位付けられているんですけども、一番多いのはシンガポールですね。2万8000人以上いますね、感染者の総数ですが。そして2番目がインドネシアで1万7514人。そして3番目にフィリピンとなっています。これは2020年5月17日の情報に基づいたグラフとなっていますね。そしてマレーシア、タイと4号と続いていますけども、ASEAN の中でもフィリピンの感染者数はトップ3にずっと入っていますね。まあ、ただここで注目したいのがシンガポールについては、ですと書いてあるとこですけども、数字の22となっているのはですね、死亡者数の数ですね。圧倒的に少ないんですよね、シンガポールは。感染者人数の割に圧倒的に死者数が少ないですね。そしてインドネシアはフィリピンよりも死亡者数が増えてますね。そして一番右端を見ていただきたいんですけれども、これは100万人あたりで何人検査を受けているかという数値です。シンガポールはやっぱ多くてですね、42,133人テストをすでに受けていますね。で、インドネシアは結構少なくて669人。そしてフィリピンは1966人となってますね。4位のマレーシアとか5位のタイに比べてもフィリピンの検査数はまだ少ない方ですね。今後フィリピンはですね、検査している数を増やそうと今努力をしているところだと、フィリピン政府は言っています。まあ、ここでちょっと日本の数字も見てみたいんですけれども、日本はですね、5月17日時点で確認されている感染者の総数は 16,340 人となっていますね。そして回復者の総数は 11,415 人となっています。多いですね。そして死亡者の総数は756人となっています。はい。そして100万人あたりで検査を受けている人数は、日本は5月10日時点までの累計ですけども、1676件となっています。日本は G20 の国の中で検査数が少ない割には死亡者数が少ないと言われていますけども、フィリピンも感染者数と死亡者数だけを日本と比べると、もう同じぐらい前線してますよね。感染者数も死亡者数もほぼ同じぐらいと言ってもいいと思います。まあ、ただ違うのがやっぱり回復者数ですね。圧倒的に違いますね。なので今後フィリピン今回復してない人が多くなっていますので、注視していく必要があると思います。はい、続いてダボー地域の情報です。ダボー地域は新規感染者が15人増えて、感染者の総数は215人となっています。そして回復者は108人、死亡者数は25人となっています。またダバオ市から船で15分ぐらいのところにあるサマール島という場所があるんですけども、そこで3人の感染者が出たという報道がありました。この地図では丸がついていませんが、サマール島はダバオデルノルテ州の管轄にありまして、そこに数字が含まれているはずです。
ソマール島では10歳の少女が感染し、症状が出た翌日に亡くなったとのことなんですね。その少女はもともと先天性の心疾患があったとも報道されています。このように感染者が増えているダバオ市を中心としたダバオ地域ですが、この動画を撮影している今日はですね、月曜日で、ダバオ市が一般的コミュニティ隔離に緩和されてから初めての月曜日で多くの人が出社してたんですけれども、やっぱりですね、市内が渋滞して道で多くの人がジープニーを待ってるという写真が Facebook 上に多く上げられていました。まあこれはダバオ市だけでなくマニラの方でもこんなにもう規制が緩和された途端にすごい道が混んでるっていう写真が本当に SNS 上に多く今日はですね発信されていました。まあこれは仕事を今日から始めた企業が多いのと、あとはチェックポイントが引き続きあるので、そこでどうしても人も車も止まらなくちゃいけないので渋滞になっていたものと考えられます。ダバオ市内のモールの中もリオープンした店が結構ありまして、多くの人が行ってたようです。そんな中、ダバオ市のサラ市長は、一般的コミュニティ隔離に基づいた移動制限がまだあるにもかかわらず、特に緊急や必需品を買うという目的がないのに外出した人たちに対して怒りを示していました。ダバオ市のサラ市長は、ダバオ市災害ラジオというラジオにいつも出演しているんですが、その放送で一言、失望しましたという発言をしています。そして、この規制の中、許可されている業種の仕事に働きに行くでも、最低限の必需品を買いに行くでもない、多くの人々が、ダバオ市の一般的コミュニティ隔離に入って、初めての月曜日に、外に出かけていたと、ダバオ市長が述べています。そして、食べ物や薬を購入したり、銀行や病院に行ったり、仕事に行くなど、許された範囲外で外を出歩いていた人は、自分の最後の遺言と、病院からの200万ペソの請求を支払う用意をしておいてくださいと怒りながら発言してたんですね。以前からサラ市長もドテルテ大統領もコミュニティ隔離期間中のルールを破った人には新型コロナ治療のための国からの補助を支払わないと発言しているので、今回もそれをダバオ市長は強調したんですね。フィリピン人はですね、基本的にフィルヘルスという保険があるんですけども、もし新型コロナウイルスにかかったら、もしくはその検査でもですね、するのも、そのフィルヘルスからお金が出ることになっています。またはフィルヘルスに入っている外国人もフィルヘルスから出るんですけども、今は一定額が決まってるんですが、まあ、ある程度までは大体保証される額がフィルヘルスという保険なんですけども、そこから保証されることになっています。まあ、新型コロナウイルスで入院をして重症になると200万ペソぐらい、日本円にすると大体420万円ぐらいするので、それを自分で支払う準備をしときなさいとダバオ市長は言ったんですね。今日必要もないのに外で歩いている人たちに対してそのように発言したんですね。これだけでとどまらず、ダバオ市のサラ市長は新型コロナで亡くなった人で火葬場が混雑した場合に備えて集団火葬をした後集団墓地に埋葬する準備ももうできているんだという発言もしています。もうかなり怒ってますよね。規制があるにもかかわらず多くの人たちが外を出歩いているので、そういう人たちがコロナウイルスにかかっても自分でお金払ってくださいと、もう国から保証しないっていうのと、まあ、衣装を買いときなさいっていうのと、あとはそういう人たちが亡くなってももう丁寧に仮装しないで、もう集団的にまとめて仮装して、まとめて集団墓地に埋葬するって、そういう発言をしたんですね。もうかなり怒ってますね。まあ、ちなみにこれまでのところ、ダバオで新型コロナウイルス感染者の治療を行っているサザンフィリピンメディカルセンター、通称 SPMC というところがあるんですけども、そこではコミュニティ隔離のガイドラインに違反して陽性となった患者はいないとしているそうです。ダバオ市のサラ市長は、今はまだ一般的コミュニティ隔離という規制のもとにダバオ市はあるんだということを再び強調しました。これは市内での移動は許可された業種で働いている人、そして必需品の購入もしくは通院するためだけでしたら外に出ていいんですけど、それ以外はもう外に出ないでくれと、もう何度も言ってるんですね。はい、というわけで一般的コミュニティ隔離となった最初の月曜日からこんな感じなので、ちょっと先が思いやられますが、それでも経済も動かしていかねばならないので、今回のダバオ市長の発言をですね、しっかり市民の人が聞いてくれて、うまく感染者を抑えながら今後も経済が動いていけばと思っています。はい、それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。